それでは始めたいと思います大変だのどういう、まあ、メッセージ映画っていうのはまあそれぞれメッセージがあると思うんですけども、まあ、先ほど言ったことと,ちょっとかぶっちゃうかもしれませんがこの作品のメッセージとしてはどうでしょうあのどんなものを伝えたいという感じで作られたんでしょうかねまあ水村さん答えそうですねあのやっぱり女性は年齢とともにあのやりたいことを 肉切りをつけなきゃいけないっていうのを絶対そうじゃないと思っているのでもちろん子どもが一番だったり家族が一番だったりっていうのはもちろんのことなんですけどやりたいことをやる自分の人生なのでやりたいことをちょっとでもやっていくっていうのをあの後押しできたらいいなと思ってそういうメッセージを込めて作っていますはいありがとうございます えーとそうしましたら、この作品あの作る中でいろいろ思い出もあったと思いますた大変だったこともあったと思うんですけれども、えー、とまず大変だったところ何かありますかその多分これ同時進行なんですかね長編とこの中編っていうのを撮影に関してはこれ別々でで撮ったんです一応短編を撮った半年後ぐらいに長編を撮ってます。と、ねはいうことは別で撮一緒に撮ってるわけじゃないんですね。はい あ大変だったところ変だったところはですね、多分僕はいつもの通り監督やればいいんですけど、水村さんは俳優以外の仕事、その裏方の仕事をすごく、まあ、プロデューサーとしての仕事をしなきゃいけないので、まあ、今回、プロデューサーとして映画作りを始めからやるので、例えばなんか、DCP ってなんだとか、全くわからないところから始まるんですよ。<laughs> だからそういうところを本当、相当苦労されたと思う。 毎回聞いてました<ー>松本監督にそう専門用語が分かりませんって言ってはいはいはい <laughs> なるほど逆に楽しかったところっていうのはどうでしょう <laughs> 松本監督は今回だからこういうそういう意味では監督の作品っていうのはこれ水村さんとの共作みたいなふうに思うんですけども,うもう基本的にはやっぱり水村美咲の作品だと思うんですよねそれに僕がまあちょっとお手伝いできたらなっていうことでだから水村美咲が描きたい世界観をどうやったら描けるかっていうのを あの常に考えながら作ってました、はい、あの楽しかったところ、逆にだから、えー、と松本監督的にいつもと違う、勝手が違ったと思うんですけども、ここでなんか楽しめた部分がこんな発見があったみたいなのって何かありますかやっぱりあの今回も僕の脚本じゃないんですよね、原案は水村さんで別に脚本家がいて、だから自分が脚本じゃないのをまた作るっていう楽しさっていうのは大変さもあるんですけど、それがまた面白いっていうか。 みんなのアイディアもこういろいろ入れながらできるっていうのは楽しいですよね。うん、そうですね。えっと、水村さんはどうですか。そうですね。あの、女性をやっぱり描いてる作品なので、女性目線の。女性だけを肯定するような作品にはしたくなかったので。松本監督、男性の監督と脚本家さんも男性の方にお願いして。こう、男性と女性の意見をしっかり。取り入れながらやるっていうのが。 自分の中ではすご,いすごい勉強にもなりましたしそ<う>かだから台本はすごい3人でもう長い間ね時間かけて作りましたね。ああなるほど。うんはい えっとですね、もう一つちょっとお聞きしたいことがありまして、えっ、ー、と、どちらかお二人方のどちらかでいいんですけれども、この作品、まあ、あの見どころというか、ここぜひ見ていただきたいというところ、まあ、あのネタバレにならない程度でお願いしたいんですけども、何かもしありましたら。じゃあ、水村さん。はい。えっ、ー、と、見どころはあの、ありのままで酒とありのままで進め、2本見てやっと分かる。 ところがありまして、実はこの2本がリンクしてて、姉妹作品になってるんですけど、両方見てやっと気づく短編だけあの、ありのままで酒、レッド・イット・ビー・ブルームだけだったらわからないことが、こっちのレッド・イット・ビー・プログレスを見た瞬間に分か,る分かったり、つながりがハッとさせられたりとかあるので、2本セットでぜひ見ていただきたいなと思ってます。2>, こ 2, つ2つで美味しいということですね。 2つで2度3度4度美味しいということなのでぜひぜひ皆さんにはたのこの短編の方と長編の方と見ていただきたいと思いますが最後に、えー、とこれから映画を見るあの観客の方たちにメッセージをそれぞれあのいただけたらと思いますど,どちらが先がいいかなあ水村さんからじゃあはいえっとありのままでという 言葉が let it be という言葉だと思うんですけれども自分らしくもう自分の人生を自分らしく誰かに他の誰かになるとか誰かに憧れるんじゃなくて自分のままで人生輝,き輝いていけるんだっていうメッセージを両作品で伝えているのでそういうメッセージを受け取っていただいて何か頑張りたいことがある方の後押しができたらなと思っていますぜひご覧ください はい、ありがとうございます。松本監督、お願いします。はい、えー、そうですね。あの、もう毎年さあのこの映画祭には参加させていただいてるんですけども、あの、今回またちょっと違った、今までの僕の作品と違った作品になっていると思いますので、ぜひ、あの、見て、楽しんでいただければと思います。どうぞ、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。えっ、ー、と、次の作品に行く前に、ちょっと、えっ、ー、と、お一方新しく入られたね。ブレイクさん、Hi, how are you?Hello, how are you doing? I'm good, thank you for you now join our g r e e t in game だった。I heard you speak <Yes. S 1> Japanese too。I do。はい、日本語喋れます。大丈夫です。<laughs> はい、あの。どっちがやりやすいですか、ブレイクさん。<laughs> あ、今、音声が途切れちゃってますね。あ,あ、えっ、ー、と、あの、日本語でやって、えー、わからなくなったら英語で。 あ了解です。いいですえっと、はい、ブレイクさん一応今あの、こういう形で皆さんに一作品ずつお話を聞いてますので、えーはい、ブレイクさんは一番最後にあの紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、えっ、ー、と、レッド・イット・ビー・ブルームの次に行きます。えー、ディープ・ボーンズの方に移りたいと思います。節田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えーはい、ディープ・ボーンズ、日本語で言うと真骨っていう深い骨と書く。 タイトルの映画を作りました節だと言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と節ださん、この映画を作るきっかけというか、この骨というところがまた僕は面白いなと思ったんですけども、このなこのストーリーはどこからで出てきたんでしょうかね。あのそうですね。骨格標本を作ってるあの先生と生徒のえっ、ー、と話なんですけど、<laughs> あの僕の知り合いで骨が好きな人がいて。 でそ,のその人から骨ってこういうふうに面白いんだよとか素敵なんだよみたいな話を聞いたりとかすることがあってであまあ骨って面白いなと思ってはいたんですけどその、まあ、骨が面白いっていう前にその骨が面白いんだよとかこういうふうに、えー、美しいんだよみたいなことをすごい熱弁してるその人の方が面白いなと思ってその人をキャラクターにして何かお話作れたらなと思って考えたのが最初です。 あそうなんですね。これ撮影期間的にはどれくらいであのー、したんでしょうか撮影は4日でやりました。4日間で。えっ、ー、と、これ撮影の場所っていうのが千葉と東京ということだと思うんですけども。はい。海行かなきゃいけなくて、<葉>海だけ、はい、そうですね、海だけ千葉の方に行きました。ああ、なるほど。そうなんですね。えっ、ー、と、この作品、えー、まあ、 骨を題材にはしてるんですけども、えー、メッセージ的なもの、この作品が持ってるある監督として伝えたかったメッセージっていうのがもしあれば、ちょっとお聞きしたいんですがあれですか,なんですかね、あのまあ、自分らしく生きるっていうことなのか、あのー、ポスターが海に向かって、えー、と女の子がガッツポーズしてるところ、まあ、サムネイルですね。 なんですけどあのまあ映画見ていただいた方は分かると思うんですけど一番最後プールのシーン女の子がプールにいるシーンで終わるんですけどそのシーンとまあリンクしてて、まあ、その周りと違うっていうことで、えー、とまあ閉じこもった、まあ、学校っていう狭い空間から出,出ていけない女の子が。 あの最後、その先生、骨が好きな先生とか、まあ他の女性の先生とかと関わることで、まあ世の中に出ていこうというか、まあ社会イコール海みたいな方に捉えて、うそういう外の世界に一歩踏み出す勇気をもらうみたいなあのメッセージになるといいなと思って作ってます。なるほど。あの今回、この出演者というのが、<laughs> えと高校生のこと、あと、えー 大人といるんですけども、あの撮影所大変だったところって何かありますか、思い,思い出したときに。撮影大変だったのは、まあ、やっぱり骨集めるのが大変だったっていうのはありますけど。あれ、本物なんですかね、すべて。あの本物のやつと、あとまあレプリカと混ざってるんですけど、あのー、なんか実際、骨格表を作るのに、骨を、まあ、肉を取るためにこう煮なきゃいけないんですね。はい、それを、まあ 生身からできないので、骨骨格コ本買ってきて、そこに肉つけてやったりとか、なんかそういう小道具的な美術的なことがやっぱりちょっと苦労して、手間がかかりました。ってことは、その準備、前準備だったり、そういうところが意外に、うん、撮影以外のところも時間がかかってるってことですね。そうですね。はい。逆に楽しかった子撮影しながら、ここ面白かったのと、ここ思い出に残ってるみたいなとこって何かございますか。あの、役者さん、僕、お芝居取るのがやっぱ好きで、 そのいつもその、まあ、演劇が好きで、見に劇場に見に行って、でこの人を入れてほしいなっていう方に、直接 DM して出ていただいたりとかすることをよくやるんですけど、今回はそういうことで出ていただける方がいらっしゃったので、その人との,この僕とやりやりあの演出させていただきながらお芝居取っていくのが、まあ、いつもなんですけど、楽しかったですね。ちなみにそのなの、出したかった方っていうか、出ていただいた方っていうのはどなたなんですか あの一主人公の小林先生の根津さんという方はあのずっとそ,のもそもそも演劇で教えにやって出ている方で,、はい、で女性のマリコ先生という方が今回初めて、えー、舞台で見てあの、ね、直接お願いした方でその,の大人の2人のシーンは何かやっててしっとりしてていいかよかったなと思ってます。 はいえー、と逆にこの若い高校生役の,あの女の子がいたと思うんですけども、彼女とのこの、まあ、撮影っていうのはどうでしたかあの彼女は、えーと、そもそもあの女子高生役っていうことで、なんかそれもあの当てがきしてて、狙ってた人がいたんですけど、その人がダメになっちゃって、でうん、そのマリコ先生の事務所の方を紹介していただいたんですね。はい でまあ、別の作品で出てるのを見たことがあったのですごく雰囲気がある方だというのは知ってたのであのこれは何かの巡り合わせだなと思ってお願いしたんですけどあの彼女自身はその舞台とか演劇とかあまりやってなくてで女大人2人が舞台とかに立たれてる方なのでなんかあのお芝居の,そのベースみたいなのが全然違くて。 大人の方はなんかちゃんと声も出るし、えー、と発声もできて、うん、まあ,あの表情とかその動きとかも作るんですけど、その女子高生役の方は本当素でやるので、そのなんかお芝居のベースのギャップみたいなものが、なんか絵で見てると、なんかその年代のギャップにも見えて、 いいい効果が生ままれたなと思っていますあそれはね是非是非皆さんにも見ていただきたいなと思うんですけども、うん、えと監督が思う、まあ、ここちょっと見どころですよみたいな、まあ、あのネタバレにならないような感じでこのシーンはちょっとあのこういうあのもし皆さんあの覚えててほしいとかここぜひ見てほしい、まあ、後半前半みたいな話でもいいんですけども何かございますか 水の中のシーンを、まあ、やってみたいなっていうあの、トライしたいなっていう思いがあって、そのプールのシーンをあの、まあ、苦労して撮ったので、はい、そこを見ていただけるといいなと思っています。あなるほど。はい。これ、学校の中のシーンと、あと海のシーンとですもんね。そうですね。はい。わ、はい、かりました。えっと、最後にじゃあ監督からの、えっと、雪ださんからの、おまあ、 これから見る観客もしくはまあ見てくださった観客に対してでいいんですけれども、この映画はあのー、3人出てくるんですけど、みんな3人を思ってるものは生きていく信念とか、あの好きなものとかポリシーみたいなものは全く違くて、あのー、みんなそれぞれ一生懸命生きてて、一生懸命絡んでいこうとするんですけど、やっぱり自分の生き方とか持ってるもので全然絡んでいかないんですね、実は。 だけどそういうものが一瞬出会ってお互いに少なからず影響し合ってお互いのみんなのお互いの人生を生き,生きていくっていうきっかけになるような始まりの映画だと思っているのでそこはのそのみんなが一瞬全然生き方が違う人たちが一瞬キュッと集まってパッとあの去っていくっていうのって、まあ、そこを学校だと思ってその学校を舞台にして一人生の中の一瞬の出会いみたいな ものを描こうかなと思ったので、そこを見ていただけると嬉しいなと思っております。わかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。うん、はい、えっ、ー、と、では、次の作品の紹介に行きたいと思います。えっ、ー、と、為朝の映画の関係者の方、えー、お二方いらっしゃってます。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。ご紹介を申します、はい。お願いします。はい。えー、今回、あの、オンラインで、あの、流させていただくのは為朝と,という、えー、アニメ。 のえー、映像でございますでこれは、えーとですね、佐賀県の日本の九州の佐賀県上峰町という、えー、縦8キロ横2キロの佐賀でも、えー、と2番目に小さい町が、えー、町おこし地域ブランディングとして、えー、アニメを使ってです、ねえー、ブランディングするということで作った映画,で映画というかアニメでございます。 はい、ありがとうございます。もう一方いらっしゃいます。よろしくお願いします。自己紹介の。はい、よろしくお願いします。先ほどお話ししたのがプロデューサーの永山と申します。私が、えー、とサポートしてます、川上と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。いますはい、実は僕、おじいちゃんが佐賀出身で、あのー、あそうなんですか。はい、えっ、ー、と、佐賀にも何度か行ったことがあります。<laughs> とても、あのーえー、自然が。 いいっぱいで,そうです大きなお屋敷がバックが上峰町なんですけど、<あ>あのその鎮西山という200メートルの上で、上そのためともという、えー、武将がですねここにお城を建てて、九州を制圧したという伝説がある場所だったので、はい、それをもとに、えー、アニメを作らせていただきました、はい、でこの上峰町の、まあ、町おこしということでもともとだと思うんですが、アニメと読者というチョイスがあったと思うんですが、はい、こうアニメに行って、 ここは何かこう理由があるんでしょうか町には一応鎮西八郎為のがいたという看板とか、あとそういう学習もしてるみたいなんですが、やはり小中学生からすると、歴史の1ページとしてです、ね、それを話しても、食いつきが悪いというか、はいあの、そうだったんだぐらいで、そこから広がりがないということと、この町にあのキャラクターとかシンボルがなかったので、 えー、そのシンボルキャラクターを作るという上では、えー、アニメがいいかなというようなターゲットの面と、あとアニメにすると、ですねあの今、これ見えるかな、鎮、え、西、ー、八郎のお酒も作ってるんですが、こういうあのキャラクターグッズとか、はい、いろんな展開ができたりするんでというその、それも含めてアニメにさせていただきました。 あなるほど、町おこしということでですよね、やっぱり一度、はい、だったり、そういったものを増やすんだったら、アニメだったら、ちっちゃい子供も見るしあの大人も見るし、といこ、はい、で今回、このアニメなんですけども、えー、プロダクション IG が多分関わっていますよね、はいで、ここはどういった経緯でそことつながって、本格的にこのアニメを作ろうって、こう話になったんでしょうか。 アニメを作ろうと決まった後にですねやはりそのどうせやるなら話題になることというようなことで、ほあの地方自治体さんもですねアニメでいろんな街を紹介しているものがあったんですが、どうせやるならあの一流のというようなところで、えー、と実はあのアニプレックスさんに知り合いがいたので、アニプレックスさんに、えー、この話を紹介して、こんな小さい街なんだけど、えー、なんか、 いい,い,いこうスタッフでできたりしないかなと相談したところ、えー、そのインプレックスの中の方が、えー、プロダクション IG の矢作監督という、あのー、歌舞伎町シャルかなっていうような、あのー、方が、ちょっと歴史も好きだというような話だったりするんで、口説いてですね、じゃあ自分で、あのー、作画もしていただいてということで、えー、やっていただけたというような感じです。 なるほどあとあの僕声優さんの方もあの佐賀出身の方が。はい、あそうです古賀蒼さんという方が為友の,の奥さん役にしたり、はい、えとそういう意味では声優も今あの流行りのです、ね、竹内君というのが主役にしたり、はいはい、してですねあのそういう意味ではあのー、街の、えー、アニメにしては、えー、普通のテレビ番組でも流せるようなクオリティと、うんあのーと質でということで。 ちょあと、あのし白いなと思ったのが、1話の長さが5分じゃないですか。これっていうのは何か戦略的な意図があったりとかしたんでしょうはいあ、はいえーと、2つありまして、その1話5分あの、YouTube で浸透させようとしてたので、えー、と1話5分が限度かなというところもあった,あったので、1話5分にしたと。でそれで13話にしたのは、 えー、どこかでテレビ番組になるといいなということでワンクールあの日本のワンクールって13なんですけどあえて13話に、えー、したのでそれはまだ夢は捨てておりませんもう一つは、はい、あの苦労したことにもつながるかもしれないんですが、えー、私もアニメ初めてプロデュースさせていただいたんですが恐ろしく時間がかかるということが分かりそのすぐにできなくてですね1年半はかかるよと言われたのでということもあり細切れで5分ずつ。はい 作っていただいてというそういうこう裏の意味もございます。なるほど。で今回オンライン上映にあたりまして、実はこの五分五分のものを、はい、え前半後半とあれ、はい、あの一全部まとめて五十分ぐらいですね。大体はい。あのー、毎回主題歌。 主題歌もあの実はこってユニコーンさんというあのソニカルの <laughs> あの方にオリジナル大久保田民夫さんで作っていただいたというようなそんなすごいことなんでその主題歌が毎回1分入っちゃうんで13話それだとくどいだろうということで、えー、あえて、あのー、あの特別な編集をして、えー、皆様によくより見やすいようにしたような、えー、編集をしております。 ということはあれですねその、えーと、一話一話見ることももちろんできますけども、こういったまあオンラインのところではつながったものが見れるので。一気,見一気見ができるというのがこう新,、はい、新しいとか、ここならではの、はい、そうですね。僕もアニメが大好きなので、ああえって、はい、えと時代ものとかですね、あのー、楽しく見れるで、ね、歴史も学べるっていうところも面白かったと思いますし。あ,の、はい、ありがとうございます。 瀬戸内海だったりね、あの平家、この為朝さんっていうのは源の為朝なんですよね。そうです、はいはい、はい。なので、平家物語っていうのも、あの瀬戸内海、あの辺の地域でいろいろあの平家の話だったり、源の話があったり、現地の話があったりすると思うので、そういったところもあの勉強にもなるし、歴史をも学べるし、こう面白いなと思って見させていただいてました。はい、ありがとうございます。それでは、すみません、最後に。えーと こうえー、観客の皆様にあの一言ずつメッセージありましたら、川川さんもぜひお願いいたします。はい、あじゃあ先にいきますね。はい、お願いします。はいえっと、今回、ご縁があって参加させていただきまして、本当にありがとうございます。たくさんの方にあの見ていただければ嬉しいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたしますお願いします。はい はい、最後にあの、えーとですね、源のため飛ぶというのはすごくです、ね、破天荒な、えー、武士でしてでそれで伝説がです、ね、全国200か所ぐらいにあるようなそこに佐賀の上峰町もあるんですがその伝説をうまくこう散りばめて、えー、今回作った作品なので、えー、弓矢で,です、ね、船が沈没するというようなそういうシーンが。 あるんですがそれはアニメだからじゃなくて伝説でもそういうような伝説になっておりますのでまあそのいう意味でもアニメとはすごく相性がいいかなと思いますいろんな伝説がありながら、えー、と人間愛というテーマで、えー、街のシンボルキャラクターになるような、えー、コンテンツを作りましたのでぜひ見ていただいてあとぜひあの日本にあの来られる際は上峰町にお寄りいただければ「亀本とも」のマンホールとかもその頃はできてると思いますので、はい、ぜひいと思 街を歩いていただければと思います。よろしくお願いいたします。今回ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、えっ、ー、とそれではえっ、ー、とお待たせしました。最後にブレイクさん、はいブレイク、thank thank you for waiting。so unmute please。okay I think you are muted、yep.。すみません。 いいはい、どうも。聞こえますかあはい、聞こえます、はい。えっと、実はあの今現場であのメイクにすぐ入らないといけないんです。簡単に、えっと、ちょっと,と、えっと、自己紹介と映画の紹介お願いします、はい。えっと、クロフォードブレイクです。あの、えっと、まああの映画監督があのフラストレーションを感じてて映画が作れないと、えー、その監督は多分話をしたと思うんですけど、はい僕僕はその、この話、 あのすごく自分にフィットするものがたくさんあって自分もあのそういうふうなフラストレーションもあったりあ,の、えー、あと家でこ,この仕事をやってない時はあの家事をやったり <laughs> して実はあの着てた映画の中に着てたエプロンは僕の自分のエプロンです。でこの映画をした時、まあの 監督はと特別な監督だなと思ったんですがああのすごく人のこう言ってることを聞いてくれててあの聞,き聞きすぎてるかなってこう心配するぐらいあのすごくあの腰低い感じであのいろちゃんとこう人の意見も聞いたりし,しているあの普通ではないですねこのしかしどっかで芯がすごく強くてやっぱり自分の。あの えとビジョンをあのちゃんと持っててそれがあ,のあとあとあのポストプロダクションでもこう細かいとこまであのいろいろやってあのそれはあのこういう監督の方法もあるんだなと思いましたこう映画の,その要はその女性的な僕は女性的な映画の作り方っていうのもいろいろ違ったのもあるんだなと思いました。あの 今まで僕はあの日本の映画界で、ね、いろいろ経験してますけど「こうおいこれはバカライト持ってこい!」みたいなねこう激しいあの男性の世界をあの経験してきましたけどそうでなくてもちゃんと映画が作れるんだなって思いました。あと役者として自分はあのこの映画であの自分が芝居に対しての考え方も変わってあのすごくもう。あの 自己中心かもしれないけどあの、本当に自分が自分であって、相手はもうあそこにいる人間として関わりたいなと思って、う自分の描いた、頭の中で描いた相手に対して喋るんじゃなくて、実際にそこにいる役者の人間に対して喋る、に対して反応するっていうのを、これからあのもっともっとしていきたいなと思っていま はいはい、ありがとうございます。お時間もないと思いますので、最後、観客の皆様に、はい、あのメッセージをお願いいたします、はいあのえー、な何度も見ても、まあ、何回か見てもあの、いろんなレベルの,いあの、えー、意味合いがあったり、えー、見どころがあると思うんです。いろんな、えーえー、深みがあるので、どうぞ見てください。はい、あのブレイクさん、お,お忙しいとこ、はい、すみません、どうもありがとうございます。はいあ こちらこそはい。えっ、ー、と、最後に、ごめんなさい。このメンバーでもう一回、あの、記念写真撮りたいと思いますので、えっ、ー、と、すいませんが、えっ、ー、と、3、2、1と言ったら、あの、笑顔をよろしくお願いします。では、えっ、ー、と、撮ります。3、2、1。はい、1> 一応、セーフティーでもう一回だけ撮っておきます。はい、これで最後になります。よいしょ。もう一回だけ撮ります。それでは、準備いいでしょうか。3、2、1。 はいどうもありがとうございます。今日はあのお忙しいとこどうも本当に皆さんありがとうございます。まだオンラインの方映画続いていますしあと14、15とインパーソンの映画もありますので上映会もありますのでぜひ最後まであのご協力願い,いたします